皆さんこんばんは。お疲れ様、2日目の講義ご苦労様です。今本当に私は子供を育てる母親として言いたいことがあります。それは今は戦後ではなくもう戦前なんだということです。私の昭和8年生まれの母に、戦争体験をした母に、私は子供の頃聞いたことがあります。どうして大人たちはあの戦争で神風なんかを信じていたの？どうして大人の力で戦争を反対することができなかったの？聞いたことがあります。母は言ってました。戦争というものはある日突然起こるものではなくて、みんなが知らない間に少しずつ見えないところで準備が始まってしまって、もう気がついた時には誰もおかしいと声を上げることができない、そうやって準備をされていくものが戦争なんだよと母は言っていました。あの戦争に反対したように、私たちは今この戦争への第一歩、この危ない秘密保護法に一人でも多くの皆さんが